ホンダは水素を燃料とする新型車クラリティ浮遊 L セルを今日から企業や自治体向けにリース販売を開始します。水素を3分充填するだけで750キロの走行が可能だとしています。また燃料電池などを小型化することでセダンタイプとしては世界で初めて5人乗りを実現したということです。